ジョージア民主党はアメリカ合衆国のジョージア州における二大政党のうちの一つ、全国政党である民主党の参加にある。一世紀以上にわたり民主党はジョージア州と地方政治を支配した。民主党は1872年から2002年まで州知事、上下両院議会、その他の州の官職に至るまで権限を握り続けた。 1998年に政権は共和党に移行したが2002年の知事選で共和党サニー・パーデューが民主党ロイ・バーンズを下した。予期していなかったパーデューの勝利によりジョージア民主党は下り坂を迎えた。衆会議長トム・マーフィーは全米の衆議会で最も長く議長職を務めた。だが彼もまた2002年に敗北した。州上院では 民主党員4人が倶返し、政権を共和党へ明け渡した。そして2004年、民主党は、州会員での支配権を失い、ジョージア州の歴史上で初めて少数党に転落した。2010年の州知事選挙では、現職のロイ・バーンズが名乗りを上げ、民主党予備選挙において大差で指名を獲得。民主党の復権が期待された。世論調査では、共和党、 ネイサンディールと逆行した状況となり、決戦投票が予想された。しかしながら、実際に票を開けてみると、全州で共和党が勝利する結果となった。ジョージア民主党では、デューボス・ポーターが委員長を務めている。ポーターは、補欠選挙により2013年8月に当選。人気満了に伴う2015年1月の通常、選挙でも再選を果たした。 民主党全国委員会には、ジョージア州から7名、委員長、デュボスポーター、第1副委員長、ニケマ、ウィリアムズ、ウェンディ・デイビス、元、AFLCIO 州会長、リチャード・レイ、サリー・ロッサー、会議員パメラ・スティーブンソン、元委員長、デイビッド・ウォーリー、が選出されている。州会員議員、ステーシー・エイブラムズは、ジョージア州会において、 少数党員内総務を務めている。州上院ではスティーブ・ヘンソンが少数党員内総務を務めている。ジョージア民主党の党役員は州知事選挙の翌年に開催される党大会において投票によって決定されている。党役員の任期は4年であり、再選は何度でも可能である。現在のジョージア民主党の党役員は次の通り。現在、 ジョージア州から選出された連邦会員議員は4名である。連邦上院では議席を保有していない。ジョージア州から選出された直近の民主党上院議員はゼルミラーであり2000年から2005年まで在任した。ジョージア州選出の連邦議会議員は次の通り。ジョージア州民主党は憲法制定公職14のうちいずれも保有していない。 州上院では56議席中20議席を、州会院では180議席中63議席を保持している。上下両院とも任期2年であり、多摩数年に同日選挙が行われる。ジョージア州での大統領選挙結果1948年以降の大統領選挙について、ジョージア州の投票で民主党候補が多数派を占めた回数は7回。一方、 共和党候補が多数派を占めた回数は8回である。しかしながら過去6回の大統領選挙において民主党候補がジョージア州で勝利したのは1992のわずか1回である。この時民主党ビルクリントンはジョージア州で43.47%を確保。一方の共和党ジョージ HW ブッシュの得票率は42.88%であった。 ありがとうございます。